こんにちは、ゴンちゃんです。今回は福岡市鳥飼出身で日本の近代化に大きな足跡を残した戦前第一の人物と言われる金子健太郎の生涯とエピソードを解説します。金子健太郎は嘉永6年1853年2月4日ペリーが来航する数ヶ月前に黒田藩足軽を務める父製造、母安子の長男として誕生しています。家は日井川の上流に上勢橋があって、その少し川上の方に鳥飼橋のそばにあった足軽屋敷に金子家もありました。鳥飼八幡宮の南手にあたる鳥飼三丁目に羽安神社の境内に金子健太郎先生生誕地という碑が立っていますが、生誕地は宅地化されているので近くから移されています。9歳の時に周遊館に入るのですが、教室は武士の指定と同じですが身分が低いので内玄関から出入りしていたそうです。成績にも差別があって、軽輩の子供はどんなに良くても上司階級より上にならない仕組みで、金子健太郎は周遊館切っての秀才だっただけにかなり不満があったようです。16歳の時に父が亡くなり家督を継ぎました。福岡藩でも金子が非常に優秀だということで、明治3年1870年に東京遊学を命じられています。明治4年には岩倉遣外使節団とともにアメリカに留学しました。アメリカに到着すると使節団と別れボストンに行き、ハーバード大学に入って法律、憲法、国際法を専攻しており、同期には後の大統領になるルーズベルトがいました。これが後年日露戦争の時の金子の外際募集に大きく跳ね返ってくることになります。そして明治11年1878年に帰国します。明治13年1880年には新政府の役人となり、県書記官から太政官大書記官へ進み、各国憲法の調査をやっています。そして明治18年1885年には総理大臣伊藤博文の書記官になりました。明治37年1904年2月4日夕刻、日露開戦をめぐる最後の御前会議を終えた枢密院議長伊藤博文は東京港区の嶺南坂の官邸に帰ると、すぐ腹心の金子健太郎を呼びます。伊藤博文は駆けつけた金子を前に初めて見せる厳しい表情で口を開き、今日ついに開戦が決まった、戦争は何年続き全く見通しがつかない、君はすぐアメリカに飛び日本の勝っている時を見て、ルーズベルト大統領が和平調停に乗り出すよう全力を挙げて説得してくれんかと言いました。伊藤博文は開戦前から和平工作を始めようと考えていたのです。引き時も知らず、その準備もなしに無謀な戦争に突っ走った太平洋戦争開戦時の責任者とはだいぶ読みが違っていました。重複しますが、金子健太郎は旧福岡藩軽輩の家に生まれた秀才でした。旧藩主黒田家に選ばれてアメリカに渡り、小学校教育からやり直して10年間滞在し、ハーバード大学時代に親しくした学友が時の大統領ルーズベルトであり、財界の大御所電話発明者ベルトも深い親交の中でした。伊藤はその経歴と手腕を買い、勝敗全く予断を許さぬ日露戦争の引き時を金子一人に託したのです。金子は念のために軍部を打診しました。陸軍はうまくいって五分五分という頼れない返事です。なんとか6部4部の有利な体制に持ち込むため、参謀本部次長児玉源太郎は30日間缶詰で作戦を研究していました。海軍大臣山本権兵衛はこちらの軍艦を半分沈める覚悟なら敵艦は全部やっつけられるかもしれないと言っていました。このままではロシアは満州朝鮮を取り九州に攻め寄せるだろう、最悪の時はこの伊藤も一兵卒となり九州山陰海岸で銃を取る、君も死ぬ気でやってくれ、今は事の成否を問う段階ではないと最高責任者である
伊藤の言葉も悲壮でした。その翌日、家の前が相当に騒がしいので何事かと思ったら、なんと皇后陛下が金子邸にお見えになったのです。びっくりしてお迎えすると、大変なことだけどあなたが言ってくれないとどうにもならないことなので、ぜひお願いすると言われたので非常に感激したそうです。こうして金子は密かにアメリカへ飛び立ったのです。この時金子は52歳でした。金子を迎えたアメリカではすでに駐米ロシア大使カシニーの巧妙な PR 作戦が効いて、世論は日本批判に傾いていました。開戦早々、中立国朝鮮の人選港でロシア艦を攻撃した日本海軍の奇襲は国際法無視の野蛮な行為というのでした。日米開戦で日本が真珠湾攻撃をめぐるアメリカの批判が、この時のカシニーの論法とそっくりです。カシニーの宣伝はもっと徹底していました。アメリカの新聞に日露開戦をめぐる記者会見の記事を載せるよう運動し、日本は飲みみたいなもの、ロシアは親指だ、 2,3 ヶ月でひとひねりに潰してみせると豪語していました。このニュースが全世界に流れ、勝敗は全く問題にされていなかったのです。だからルーズベルトも容易なことでは動く気配はなかったようです。和平工作の他に外債募集という大仕事も抱え、金子にとっては命を削る思いの毎日が続きました。外債は日露戦争で8億円を集めていますが、これは全軍事費の約半分でした。つまり外国からの借金でやっと戦争を続けたことになるのです。四面楚歌の中で外債募集に大統領工作に親身の背を焼いてくれたのが電話王ベルでした。前述しましたが、あの電話王ベルと親交があったことは福岡の人はあまり知られていないので、いきさつを紹介しておきます。電灯、電車に次いでエレキを利用した電話が福岡県に初めて登場したのは明治32年5月1日です。福岡市博多区東中洲にレンガ造り2階建てのハイカラなビルが建設されて開業しました。開業2ヶ月目の7月13日、博多名物祇園山笠の流れ書き中、須崎町で電話線を引っ掛け切断する事故が起きました。これがきっかけで柿山の高さが制限されたことは博多っ子ならご存知の話です。また電話局といえば女性電話交換手のもしもしが考えがちですが、開設期は全国どこの局も男性交換手が採用されて、もしもしならぬおいおいと呼び、これに利用者もカチンと来て喧嘩沙汰になったことで、それ以後は全て女性交換手になったというエピソードもあります。ともあれ、明治時代の市民の生活を大きく変えた電話も、元はアメリカマサチューセッツ州ボストン市の宿屋にこもって研究を続けていたベルが明治9年3月10日発明しました。ベルが電話を発明して間もない明治9年のある日のこと、ボストンイースト街の下宿屋の裏2階にあったベルの研究室兼住居を2人の日本人青年が訪れました。1人は旧黒田藩主黒田長広公の肝入りでハーバード大学に留学中の金子健太郎、もう1人は後に東京音楽学校の学校長になる文部省留学生伊沢修司でした。世間の人がまだ電話の発明にあまり関心を見せていない頃で、知識欲の盛んな2人は世紀の発明だと目をつけ、偉大な発明者と機械を一目見ようと訪ねたのでした。30代の貧乏書生だったベルは、自分の発明に興味を示してくれた異国の青年を心から歓待し、貴重な機械をいとも簡単に使わせています。こうした縁もあって電話が日本に入ったのは明治10年11月という速さでした。横浜の貿易商が電話機2個を取り寄せて工部省に納品しており、電話機の最初の輸入国ともなったのです。電話の発明で巨万の富をつかんだベルは明治31年10月世界漫遊の途中に日本を訪れ、真っ先に金子健太郎を訪ねています。かつての貧乏書生と名もない留学生、一人は世界的な発明王、
一方は当時をときめく司法大臣として20年ぶりに再会の握手を交わしたのです。そしてこの友情が日露戦争で日本を敗戦の危機から救うという最後の因縁話につながります。前日したように日露戦争の表向きは勝った勝ったと大騒ぎでしたが、日本は深刻な軍事費不足となり、強大な温存兵力を持つロシアの前に敗戦の大ピンチに追い込まれていました。この時期待を担って渡米し、外債つまり借金募集の大役に当たったのが金子健太郎です。アメリカ世論はロシアの勝利を信じており、外債募集は思わしくなかったのです。そこへ助け船を出してくれたのがベルです。アメリカ電電会社社長として飛ぶ鳥を落とす勢いのベルは、友人金子のためにアメリカ政財界の名士多数を招いて、我がことのように日本の実情を訴え、協力を呼びかけてくれました。この一声が大きく、当時のお金で8億円に上る膨大な外債募集が軌道に乗り、勝利の大きな力となったのです。後年金子は、あの時ベルが助けてくれなかったら日本はどうなっていたかわからないと語っています。こうした金子の必死の工作と戦場での連戦連勝のニュースが大統領の気持ちやアメリカの世論を次第に口実ムードに変えていったのです。しかし形の上では勝った勝ったの日露戦争も、明治38年1905年3月10日法典での勝利までが限界でした。この時すでに予備の老兵救護した新兵までつぎ込んでも兵力はなお足りず、補給する物資弾薬もなく、参謀総長山形有朋は桂首相へ、兵隊も金もない、戦争継続は困難だと極秘の意見書を出しました。それに引き換え、ロシアはまだ本国に強大な兵力を温存、反撃を目指して新司令官を任命、全力で兵員武器の輸送を急いでいたのです。これ以上戦えば日本はひとたまりもない、これが政府軍の責任者たちだけが知っていた真相です。時は今、本国からの祈りを込めた訓練で金子は最後の力を絞っての裏面外交をやっています。ようやくルーズベルトも腰を上げ、日本から頼まれたことなどお首にも見せず、和平調停に乗り出し、ポーツマスの調和会議となったのです。金子の働きがなかったら日本はどうなっていたことか分かりません。金子自身、後に思っただけでもゾッとすると当時の苦しい思い出を語っています。ところが親の心子知らずで、国民は連戦連勝した表面の戦績しか知らず、なぜ領土や賠償金を取らないかと焼き打ち事件まで起こして不平をぶちまけています。真相を知らないのだから無理もない話ですがね。ところで勝利の影武者となった金子健太郎は、こうした功績の他に伊藤に見出された後、特別命令を受け、伊藤三次、井上小橋と3人で憲法起草にあたり実際に執筆、衆議院選挙法と貴族院令を担当しています。だから明治22年2月11日発布の帝国憲法の生みの親でもあります。また明治31年1898年第3次伊藤内閣では農商務大臣を務め、日本製鉄の八幡有志筑豊鉄道の敷設、鉄と石炭と鉄道の提携を進めて北九州工業地帯の育ての親ともなっています。また明治36年1903年旧大の元になった京都帝国大学福岡医科大学や福岡女子師範学校の創設にも多大な尽力を発揮しています。後年母校の周遊館に来て演説することが好きだったらしく、話によると、憲法は俺が作った、日露戦争は俺が片付けた、周遊館は俺が作ったと自慢話ばっかりだったらしく、その時はもう80歳過ぎており、母校の後輩に対してですから、もう嬉しくてたまらなかったんでしょうね。日露戦争後、救国の功績を高く評価されて子爵となり、後伯爵まで進み、昭和17年1942年5月90歳で起伏の多い生涯の幕を閉じました。ということで、福岡が生んだ
偉人金子健太郎の生涯とエピソードを解説しました。この動画が良かったと思われたら高評価、チャンネル登録お願いします。最後までご視聴ありがとうございました。